立憲民主党の杉尾秀哉議員が高市大臣に辞職を迫ったということですが、あまりの粘着ぶりにツッコミが殺到し大炎上しているようです。杉尾議員の答弁内容や高市大臣の回答、もはや敗色濃厚と報じられている立憲民主党に対する国民の声など、ネットの反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。高市早苗経済安全保障担当相は28日の参院予算委員会で、立憲民主党の杉尾秀哉氏の質問に答え、放送法の政治的公平に関する総務省の行政文書の内容について捏造と指摘したことについて、国会の答弁では偽造でも変造でもなく捏造文書と、かなり配慮をして申し上げたつもりだと述べ、配慮した上での捏造発言だったと主張しました。また高市大臣はあえて繰り返しは使わない、不正確な内容などと述べたこともあったが、捏造という発言を撤回する意思はないことを明言しており、偽造とか変造というきつい言葉、要は法にかかる言葉はあえて使っていない。そこはよくよく私なりに今も総務省に愛情を持っている、どなたかを罪に問うような意図はなかったとも述べています。さらに杉尾議員から放送法に関する総務省の行政文書をめぐる混乱で、大臣、私ははっきり申し上げます、質問するなと言われた当人としてやめてください、大臣をお辞めくださいと引責辞任するよう求められましたが、高市大臣は杉尾氏に言われ何らやましいこともないのに閣僚の職を辞するということはないと否定しています。しかしながら杉尾議員はこの話は今回で終わりではございません、これからもずっと続きますと述べ、次の質問に移りました。ニュースを深掘り。というわけで、杉尾秀哉議員が高市大臣へ辞職を迫り、今後もずっと辞職要求を続けていくということでしたね。まだまだずっと終わらせない宣言が出ていますが、さすがに無理筋なのではないでしょうか。また、杉尾議員は、この予算委員会の質疑、総務省の現職の皆さんが、どれだけ、この調査に、膨大な時間をかけているか、そうしたことを含めて、大臣は責任を感じていないのか、と混乱を招いた原因を指摘していますが、そもそも、小西博之議員が、国会で公表した捏造文書、いわゆる小西文書を持ち込んで、追及を始めたことが、混乱の原因ではないでしょうか。膨大な時間をかけと批判し、今後もずっと続きますと、今後も膨大な無駄な追及を宣言する杉尾議員。もはや言っていることがめちゃくちゃですね。もはや、これまでの総務省の調査結果や、岸田首相、総務大臣の従来からの見解により、すでに、立憲民主党の敗色が濃厚とメディアでも伝えられており、タレントのフィフ氏もツイッター上でアンケートを行い、立憲民主党が小西文書について国会で高市早苗大臣を追及している件についてアンケートにご協力いただきありがとうございます。ツイート表示回数は26万回、投票数は3万6584票でした。しつこい辞めるべきは 91%、引き続き追及すべきは 9% でした。一つの民意としてご参考にしていただければと思います。と綴っています。もう、これらの結果からわかるように、国民はどちらを支持しているのか、また、この不毛な水かけ論に、いかにうんざりしているのかが明らかです。国会を妨害することを使命としている国会を軽視しているのは完全に杉尾、立憲民主党ですね。現在、ツイッターでは杉尾秀哉の議員辞職を求めますというハッシュタグが溢れており、出た。
またまた、立憲民主党、杉尾秀也、もう、これやめれ。ついでに国会議員もやめれ。醜悪な言動、立ち居振る舞いで、国民の生命を軽視し、高市大臣に、必死の形相で辞任を迫り、自分のプライドだけを守る。杉尾議員を非難します。高市さんに対して、大臣を辞めてくださいなんて、よく言えるね。ほんとクズだわ。オウム真理教の犯罪を結果的に助長した過去を絶対に許しません。といった辛辣な批判が多く見られています。そもそも、杉尾議員といえば、TBS 時代に、TBS スタッフが、オウム真理教幹部に、放送前のビデオを見せ、それが、坂本弁護士一家の殺害につながったとの日本テレビのスクープに、自分の番組で猛抗議したが、後にしぶしぶ事実と認めた過去があり、非人道的で、国会議員としての資質など全くありません。こんな人物までも、国会議員として、公に答弁に立たせる立憲民主党自体が、全く信用に値せず、それこそ、支持率 2.5% に現れているように、国民から全く信頼されていないのですよね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。民間であれば、こういった退職勧奨は、老気で一発アウトですけどね。杉尾氏、あんたの言ってることめちゃくちゃ。そんなんだから嫌われるんだよ。当たり前な話。違法性ゼロを、事柄を、さも違法性があるように語る方が問題。松本サリン事件から何も進歩していない。信用できないって言われながら物聞かれたら、誰だってじゃあ聞くなって思いますよね。杉尾って本当に猛録したんじゃないでしょうか。日本語がかなり不自由になってますよ。証拠も出尽くしているし、質問の根拠も不明やし、ガミガミやし、それでも元アナウンサーか？謝罪番組でもすれば、視聴率取れるか知らんけど。どれだけ、この調査に時間をかけたって、杉尾議員が高市大臣に言っていたが、そんな怪文書のような文書を持ち出してきた小西氏に言えと言いたい。もう話がはちゃめちゃですね。こんなの見て喜ぶのは固定支持層。特定のスタンスの人たちだけですね。まあ当人たちもやめろ、と言って、本当にやめるとは思ってないでしょう。支持者たちに追求してるよ、と。パフォーマンスなんでしょうね。問題は、貴重な時間と税金を使って、やってることですね。すごい、総務省が、文書の確認に費やした膨大な時間を、高市大臣のせいにしている。立憲の責任をないことにしようと必死。高市大臣は暇じゃないから立憲を責めないかもしれないけど、国民は覚えてると思いたい。国会開くのに1日3億発生してます。我々の税金です。これ国民が必要な議題でしょうか？これからもずっと続けると発言されてますが、立憲民主党の思いのため税金を使うということですね。杉尾秀也さん、議員を辞めてください。なんで杉尾から辞めろって言われて辞めなきゃならんのだ。高市さんの言う通り。杉尾くん、もう白旗あげなさい。全く反論になってない。高市さんのキレッキレの答弁の後、杉尾くんは思考停止してる。でも、何か言わないといけないから、返しになってないけど用意したものを無理無理読んでる感じ。高市さんの官僚に対する言葉選びの配慮に感服。
やめろ、やめろの連呼しかできない。杉尾の脳細胞は、どうやら1個しかないらしい。もはや国会審議とは程遠い。杉尾、小西は、立憲民主党の政党支持率を下げる努力でしかないことに気がついていないのも滑稽だ。いつぞやの三原淳子議員の恥を知れ、が最も似合うな。前の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？本当にいつまで続くのでしょうか？この杉尾議員による不毛な追及、呆れて開いた口が塞がりません。しかも、今後もずっと続ける宣言していますが、この小西文書の信憑性がいよいよ怪しくなっている現在、1日3億円とも言われる国会の運営費用をドブに捨てるような答弁を見せられる国民のなんと悲惨なことでしょう。杉尾議員は高市大臣の辞任を迫っていますが、ツイッター上のアンケートでは辞任しなければならないのはどっち？という質問で、杉尾議員が 77.3%、高市大臣が 13.6% と圧倒的に辞職してほしいのは杉尾議員となっています。もはや、緊急を要する物価高対策や安全保障問題など、早急に求められる議論をないがしろにし、スキャンダルの追及を政局に利用しようとばかりしている立憲民主党こそ、日本に全く不要であり、次期統一地方選でも、圧倒的な民意を持って立憲民主党議員を落選させて駆逐していかなければならない。そう思っているのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの舞です。ご視聴、ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。